吉田さん、アベノマスクに10万円。いや、10億円つすか。でも、このカードは、タダで送ってきました。でも、誰かが負担してるんですよね。はい。三井住友カードです。法人カードです。これで2万2 5五百円ゲットですよね。で、このカードで2万2 5五百円ゲットできるっていう話を、ある方にしたらねいや、俺はカードが作れないから、そんな話聞いても意味がないよって言うんですよ。意味がないですかね。使い方じゃないですかね。 自分はそのいい話、たまたまちょっと状況によってね、使えないかもしれないけども、自分がその情報を人に伝えることによって、人のお役に立つことはできると思うんですよ。つまり、自分のメリットになるならないで考えると、自分で情報がストップすることって多いんですけども、自分には役に立たなかったけど、誰かの役に立つかもしれないって考えたら、誰かのお役に立てる人になるんですよね。つまり自分のメリットに最終的にはなっていくんですよ。そういうふうに考えていけばいいんじゃないですかね。 つまり、えー、まあ、現象はね、一通りでも、解釈は無限にあるってことなんですよ。で、解釈をたくさんできる人が、結局、情報を扱える人ってことになるんじゃないかなと思います。頭を柔軟にしていきたいですよね。じゃでは、いってらっしゃい。